ん、ルーナちゃん、フレアちゃんの私物があります。じゃあまず、なるほど、ルーナちゃん、これちょっと映してしまって大丈夫なのかな、なんかうんちっちが映ってるように見えるの。うんちではないです、これは水色大丈夫なの、似てますね。いやいやいや、これはうんちではなく、ソフトクリームの形をした入れ物ですね。あ、そうなのだね。当たり前だろ、ここにうんちボーン。でもさ、うんちでも綺麗なうんちじゃない。やめろやめろ、広げてる。違います、これは綺麗なうんち。はーちゃま、これは綺麗なうんち。あなた存在消しますよ、あんまり言うと。これ綺麗なうんち、うんちではなくソフトクリーム型の入れ物です。仕事のメンバーがモエルと先輩とフータン、うんうん、だから多分このうんちっちを、いや、うんちではないお前、お前それノエルの私物だったらどうすんだよ。なんで、だって頭の上にうんちちゃうってなるか今。やだよ、本当だこれね、うんちって言って仮にメンバーの私物だった場合亀裂入りますからね、みんな気をつけてください。ギスギスよ、ギスギスしますよ。いや、多分ノエルの先輩とフータンがうんちっちを選ぶとはねえ、思わ。え、でももしかしてルナタのだったりして、うん、あ、そういう、あ、そういう、あ、そういう、あ、なんなの、あ、ちょっとバチバチしてきましたけれども、違う違う、バチバチするからなかったんだよ。まあ、配置をね、一番端と端にしておきましたからね、安心してください、殴り合いをきませんやだ多分なのだけど、フータンは10番な気がするのだよ、はい、うんうんうん、あー、なるほど、わかる。なんでこの2人がバチバチしてるんで